ときめきメモリアルガールズサイドは鈴鹿一途ルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回は臨海公園に行ってきたところですね。でちょっとさ、そろそろさ家に行きたいんだよ。行きたいんだけど、プールとかばっかり去ってくるからな。ボーリング場かプールかみたいなちょっとどうにかなんか行けそうな週で頑張りたいな。寝るか。あ、下校か。なんもないだろうな。あ、結局呼び方、まあいいか。鈴鹿くん。お、あ、よ、ねえ、一緒に帰らない？お、おう、別に構わないぜ。うん、行こう。あ、なんかこんな感じだっけ。鈴鹿くんと一緒に帰っちゃった。楽しかったな。はい、じゃあ、今日はカラオケかな。カラオケに行ってきたいと思います。なんかあのしばらくこうずっと私あの家のこうテレビでやってたんですけれども、最近ちょっと涼しくなったので仕事部屋にこうやる場所を録画する場所を変えたんですけれども、なんかこうしてさ画面がちょっと近くなって初めて分かったんだけど、あのスカートもさ、あのさっきのあのなんだっけ、水玉の水色の水玉かと思ったら花柄だったやつもそうだし、これもなんか何柄だろうって思ってたんだけど、あれチェリーだよね。あれ多分そうだよね、さくらんぼ柄なんだね、あのスカート。なんか結構なファンシーななかなかだね。なんかアイドルの衣装みたいなね。そう考えると。お待たせ、ごめんね。いや来ねえかと思ったぜ。支度に手間取っちゃって。そっか、お前も一応女だったな。あ、ひどい認めてやってんだぜ。その服さ。え、この服のこと？はあ、意外と似合うじゃんそれ。鈴鹿くん、この服割と好きみたい。よかった。じゃあ行くか。ん？柔らかいのが当たってんだよ。よし、入ろうぜ。あのさ、俺の歌聞いても笑うなよな。なんだよ。バカ野郎、誰が照れるかっつうの。え、何したのかしらおい、もう少しエコーかけてもいいか。なんだよ。エコーはね、確かにあの私も結構かけるな。かけ気味にするな。 あんま叩くな、バカになんだろそれ以上はバカにならないんじゃないやっぱりエコーかけると盛り上がるよね。音痴隠しああ、なんか俺の歌でもプロっぽく聞こえるよな。どうかしたか。これは反則だぜ。今日は楽しかったよな。また言おう。また誘ってくれっかな。ん？また一緒にどっか行こうぜ。絶対だぞ。うん、今日のデートいい感じだったみたい。なあ、お前時間ある？もうちょっと俺に付き合わねえか。うん、大丈夫だよ。そんじゃ、ちょっと寄り道してこうぜ。どうかしたか。え？いいぜ。手つなぎてんだろ。手をつないでもらっちゃった。ねえ、鈴鹿くん。ん？鈴鹿くんってさ、
鈴鹿くんってさっていう出だしで私ってってちょっと変だけど私って女の子らしくない？女の子としてだ？なんだそりゃ。だから女の子としてだよ。大丈夫だろ、学校でいつも会ってんだからよ。どういうこと？制服のスカート履いてんだからよ。嫌でも女に見えるって何も言わないでこうやってずっと手つないでいてよな。なんだよ。また一緒に行ってやってもいいぜ。ありがとう、わざわざ送ってくれて。いや別に。じゃまたな鈴鹿くんに送ってもらっちゃった。あ、鈴鹿くんからメール。あんまりイチャイチャすんな、カツコ悪いでも楽しかっただって。ちょっと恥ずかしい、でも嬉しいな。ちょっと今週、あ、月が変わるのか。今週はバッチリ頑張ったよね藤本。お前ってセンスいいよな、最近特にそう思うぜ。やったね。よし。なあ藤本、ちょっとさ頼むよ、家行かせてくれあ、鈴鹿くん何？今度の日曜日だけどよ、なんか予定とかって入っちまったりしてるか？入っちまってないよ、誘ってもらう誘い待ちだよ。別に何もないけど。じゃあ、あのよ、プール行って人泳ぎしねえか？それはしないかな。じゃあそのよ、映画でも見に行かね？なんか映画今好きなのやってんだ。そりゃちょっと厄介だな。行かないけど、ちょっと家で映画見よう。じゃあさ、臨海公園に遊びに行かね？臨海公園は割と好きだよね。ちょっとこの間行ったから行かないかな。じゃあ遊園地に遊びに行くなんて、どうかと思って。遊園地はちょっと夏ね、散々遊んだからしばらくいいかな。じゃあさ、俺んち来ねえか？ああ、もしよければだけどよ。良すぎるよ。うん、本当か。じゃあそれで決まりな。やった、今度の日曜日自宅前で待ち合わせでいいかな。おう、日曜日な、忘れんなよ鈴鹿くんにデートに誘われちゃった。しょう、あ、もう今日土曜日だったのか。今日は鈴鹿くんとデート。はい、じゃあ今日は念願の鈴鹿くんのお家に行ってきたいと思います。今日は家の前、よく見えるかな、会話があるはずなんで。お待たせ、ごめんね。いや、来ねえかと思ったぜ。支度に手間取っちゃって。そっか、お前も一応女だったな。あ、ひどい認めてやってんだぜ。いいと思うぜ。え、何が？あ、いや、その服がよ。あとそれも、その部屋瓶、俺案外好きだぜ。よかった、鈴鹿くんこの服気に入ってくれたみたい。じゃあ行くか。ん？やべ。よ、あ、よあのよ、最初に言っとくけど、あんまし部屋の中のもんいじんなよ。え、大丈夫、見てない時にいじるからね、トイレ行ってる時に楽しませてもらうから。ちょっといるから見えないね、あんまりな。玄関結構小さそうだな。なんか瓦屋で、ほんと昔ながらの、てかちょっとおばあちゃん家みたいな感じだね坂の途中なんだね。やっぱあれかな、あの横浜ってめっちゃ坂が多いんだけど、一応なんかこの羽ばたき市は横浜市がモデルになってるって言われてるから、やっぱ坂が、だってあれだよね、あの葉月くんのお家もさ、なんか高台の上みたいなとこだったよね確か。
うん、だった気がする。やっぱ坂が多いのかな。あの下校もね、あの爆弾がついてる時に絶対あの固定の背景である、あの坂、帰り道の坂道ね、あれもそう坂だしね。どうかしたか。お前恥ずかしくねえのかよ。いや恥ずかしいことなんてないじゃない、私たちの間に。ここが俺の部屋だ。まあ適当なところに座ってくれよ。おお、すごい所狭しと。なんかすごい今ヘリコプターの音がすごいんだけど、入ってるかな。あ、結構こじんまりだね。ほんとでももうバスケで埋め尽くされてるねすごいなんかクリスマスでかかりそうな、なんか部屋でこの曲がちょっとあれだね、だいぶなんかこう厳かな感じがうん、じゃあちょっとジップ下ろそっか。お前も一応女なんだなどういうこと。うん、確かめてみる。男の子っぽい部屋だね。そうか。なんか照れちまうけど褒められてんだよな。どうかしたか。こういうの得意じゃねえんだ。え、どういうの。今日は誘っちまったけど、お前楽しんでくれてっか。うん、また一緒にどっか行こうぜ。絶対だぞ。やったね、今日のデートバッチリ好印象。送ってくぜ。お前も女だしよ。その危ねえからな。なんだよ。今日のデートももうおしまいか。あのよ、いや、なんでもねえ。鈴子くん、ありがとう、わざわざ送ってくれて。いや、別に。じゃ、またな鈴子くんに送ってもらっちゃった。あ、鈴子くんからメール。あんまイチャイチャすんな、カツコ悪い、でも楽しかっただって。ちょっと恥ずかしい、でも嬉しいな。よし、ちょっととりあえず一回は行けたから安心だな。明日デートするか。あ、鈴鹿くん、藤本しおりだけど。え、なんだ、あ、うわー、どうしたの。あ、いや、なんでもね。で、どうかしたのか。あのね、あ、ライブハウス行っとくか。今月のライブハウスね今月の現場。10月13日にライブハウスに行かない？おう、どうせ暇だからよ、一緒に行ってやるぜ。しかも10月13日ってついこの間だ。今日が10月17日なんで、本当に私いたわ、ライブハウスで10月13日じゃあ10月13日に駅前広場で待ち合わせだよ。一応楽しみにしててやるよ早く10月13日にならないかな。今日は鈴鹿くんとデート。はい、じゃあ、今日はライブハウスに行ってきたいと思います。ねえ、時間取らせないからさ、すぐそこなんだよ。ちょっとお話聞いてよ、ね。斉藤君久しぶりあ、いえ、でも、ほんとそこなんだよ。ほら、あそこの2階の店だからさ。断る。何の店だろうどうかしたか。バリ遅れた。
あ、鈴鹿くん。え、あ、な、なんだ、待ち合わせだったの。じゃあ、忙しいよね。立ち去っちゃうの早いからな。あ、諦めて行っちゃった。よかった。お前さ、ああいう時はビシッとしねえとすぐにつけ込まれるぜ。あ、うん、気をつけるね。ありがとう。あ、いや、悪い、俺が遅れちまったからな。鈴鹿くん、ちょっと頼もしいな。早く入っちまおうぜ。なんだよ。俺がついてっから安心しろ。治安悪いからね。なんかワクワクするね。お、そろそろ始まりそうだな。じゃ、見納めだからな、こいつら。アノニマス。このバンド、最近いい感じになってきたよな。お、なんか良さが分かるようになってきた。なんだよ。すごい、なんか何回も通ってるかのようなコメントだね。まあ3回目だけど。な、やめろって。お化粧も。じゃあこれでときめき会話ですね。鈴鹿くんの成長は私が見守るよ。なんだよ、いきなり。なんだよ。なんか損した気分だぜ。なんだ、どういうことだ。別にお前に見せるために頑張ってるわけじゃねえけど、ありがとうな、藤本。おい、今日はそのよ、ありがとな。どうかしたか。また一緒にどっか行こうぜ。絶対だぞ。やったね、今日のデートバッチリ好印象。なあ、お前時間ある？もうちょっと俺に付き合わねえか。うん、大丈夫だよ。そんじゃあちょっと寄り道してこうぜ。なんだよ。え？いいぜ。手つなぎてんだろ。手をつないでもらっちゃった。こうやってずっと手つないでいてえよな。どうかしたか。また一緒に行ってやってもいいぜ。ありがとう、わざわざ送ってくれて。いや、別に。んじゃ、またな。鈴鹿くんに送ってもらっちゃった。あ、鈴鹿くんからメール。あんまイチャイチャすんな、カスコーリーでも楽しかっただって。ちょっと恥ずかしい、でも嬉しいな。マイク切れてた。どうしようかな。どっから切れてたんだろう。やばい、入ってなかったかもしれない。まあいっか。なんだっけな、森林公園。あ、コペペリアか、あれ。藤本しおりです。10月26日に森林公園に行きたいんだけど、一緒にどうかな。あ、鈴鹿くんから。もしもし。あ、あの、俺、鈴鹿だけど、今留守電聞いてよ。悪いな、出れなくて。
せっかくかけてくれたのによ。あ、気にしないでよ。それでね、留守電にも入れてたけど。ああ、え？それなんだけどよ。すまねえ。その日用事が入っちまってて。そんなはずはないよ。気を取り直して行こう。藤本しおりです。10月26日に森林公園に行きたいんだけど、一緒にどうかな？ちょっと電話はね、長いからちょっと OK してくれ。あ、鈴鹿くんから？もしもし。あ、俺、鈴鹿だけど、今留守電聞いてよ。悪いな、出れなくて。せっかくかけてくれたのによ。あ、気にしないでよ。それでね、留守電にも入れてたけど。え？それなんだけどよ。嘘でしょ？すまねえ。どうしたの？どうしたの？その日用事が入ってた。そんなはずないよ。ちょ、もう一回よく確認して。藤本しおりです。10月26日に森林公園に行きたいんだけど、一緒にどうかな？あ、鈴鹿くん？もしもし。あ、俺、鈴鹿だけど。あ、これちょっと違くない？さっきと。じゃあ OK かな。留守電になっちゃって。あ、そうだ、部活の最中だからな。部活の最中でよ。私も部活だったよ。ね。ううん、電話してくれてありがとう。それでね、留守電に入れてたことだけど。ああ、俺でいいんだったら別に付き合ってやってもいいぜ。どうせその日は暇だしよ。よかった。じゃあ10月26日に公園入り口ね。あのよ、気をつけて来いよな。その待ち合わせ場所によ。大丈夫だよ、変な鈴鹿くん。そうだよな。じゃあな。10月26日が楽しみだな。あ、寝なきゃそろそろ。忘れてた、粘土。多数決の結果、今年の文化祭の出し物はバザーに決定しました。準備中に倒れてしまう。2週間後の文化祭目指して頑張りましょう。よし、頑張るぞ。今週はバッチリ頑張ったよね。藤本、なんかお前最近体締まってきたよな。やったね。今日は鈴鹿くんとデート。はい、じゃあ、今日は森林公園行ってきたいと思います。お待たせ、ごめんね。いや、来ねえかと思ったぜ。支度に手間取っちゃって。そっか、お前も一応女だったな。あ、ひどい。認めてやってんだぜ、藤本。あのよ、ありがとうな。急にどうしたの？それつけてくれてんだな。なんかくすぐってえぜ、こういうの。鈴鹿くん嬉しそう。よかった、身につけてきて。じゃあ行くか。どうかしたか？柔らかいのが当たってんだよ。今日は並木道でもぶらつくか。どうかしたか？だよ、そんなに触んな。赤くなっちゃって。お、ミノムシがいるぜ。ほら見てみろよ。あ、ちょっと嫌だな、私は。あの、遠慮したい。まあ遠目に見るぐらいだったらいいけど、まあ包まれてるからさ、いいけどさ、ミノに。なんかあの中に虫がいるんだって思ったら、ちょっとうわ気持ち悪いって思っちゃう。なんかうちの1年前だっけな、いたんだよな、うちの家のベランダに。うわーって、ちょ、申し訳ないけど、ちょっとあの、さよならした。どうかしたか？こいつがなんかこっから出てきたらと思って、ちょっと申し訳ないが。これくらいで照れっかよ。まあこっち派ですね、私はね。まあ主人公ちゃんは無邪気なんでね。あ、ほんとだ、面白い。あんな風にゆらゆら揺れてると気持ちよさそうだよな。ん？
そういう発想は私にはちょっとできないな。待った、顔近すぎ、退場。ミノムシ揺らしながら、今日はどういうことだ。楽しかったよな。また言おう。また誘ってくれっかな。どうかしたか。1日24時間じゃ短すぎるよな。うん、今日のデートいい感じだったみたい。なあ、お前時間ある？もうちょっと俺に付き合わねえか。うん、大丈夫だよ。そんじゃあちょっと寄り道してこうぜ。なんだよ。え？いいぜ。手つなぎてんだろ。手をつないでもらっちゃった。こうやってずっと手つないでいてえよな。ん？また一緒に行ってやってもいいぜ。ありがとう、わざわざ送ってくれて。いや別に。んじゃ、またな。鈴鹿くんに送ってもらっちゃった。あ、鈴鹿くんからメール。あんまイチャイチャすんな、カスコ悪いでも楽しかっただって。ちょっと恥ずかしい、でも嬉しいな。さ、サクッと文化祭を終わらして終わるか。今日は文化祭、私たちのクラスはバザーだ。急いで準備をしなくちゃ。こちらですね。はい、ありがとうございました。よ、藤本、すっげー忙しそうだな。お、鈴鹿くん、来てくれたんだ。お、ちょっと見物しにな。見物するだけじゃなくて、せっかくだから飲みここってよ。分かったよ。あっ、ヒーローものの巾着がある。子供の頃よく見てたんだよな。あ、マジか。あ、つくし、つくしかな、もしかしてつくしのつくしのもの。いや絶対そうでしょ。それ私が持ってきたんだ。お前のやつ。ちょっと早口だな、なんか。じゃあこれ買うわ。バッシュ入れんのにちょうどいいし。ありがとう。じゃあ今すぐ包むね。でもつくし世代が違うから本当に自分の？どういうことだろう。はい、お待たせ。ありがとうございました。へえ、お前って器用に包むよな。なんかプレゼント用みたいだぜ。そうかな。ああ、なんか得した気分になっちまうよ。じゃあな、藤本。よかった、鈴鹿くん嬉しそう。バザーも大盛況だったし、すっごく楽しかったよ。はい、ということで、今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。